高いよ。0.65 あったよ。今日はね、南相馬から南アジアに避難している人たちに頼まれてね、その若者たちが希望を持てるような話をしてほしいと言われてるんですけども、はい、いいですよって言ってからね、その後ずっと今悩んでるところで、本当にちゃんと希望を持てる話できるかどうかですね、未だ考え中なんですけど。あの山越えるんだ。これは長いトンネルかな。まだか。これ長いですね。多分この中下がりますよ。おお、ずいぶん下がってた。0.086。3ヶ月を迎えました。皆さんこんにちは。まず今日このような会を開いていただいた大谷南会津所長をはじめ、多くの皆さんのご努力に心から敬意を申し上げますとともに感謝を申し上げたいと思います。私が3ヶ月を過ぎてようやく皆さんと顔を合わせる機会を作ったということにも長い時間をかけてしまいました。本当に申し訳なく思います。今の現状からすると、戻れる環境を国が責任を持って作るのが当たり前だと思いますが、そのことに対する十分な説明がされておりません。今後とも南相馬市に住める環境、線量は十分に低いと私は考えています。この放射能に若干ながらも汚染されてしまった地域だからこそ、力強く再生していかなければなりません。そのために働く場所をしっかり我々が作り上げていきたいと思います。今頑張っている事業者をしっかりと支えていきたいと思います。それでは意見交換の方に入りたいと思います。被災された我々みんな考えは同じだと思うんですが、いつ地元に戻れるか。橋本町の人まず戻って結構ですよ。そこは自宅自力で避難できることというふうに求められていますが、つまり車を運転できるとか障害を持っていないとか、そういうことであれば全く問題ありません。民間企業の方はですね、かなりデータを持ってるんですね。南相馬市についてのデータは、線量の高いところもあるのも分かってるんですよ。先ほど市長さんが非常に低いとおっしゃってましたけども、そういう中で復興するんであれば、まず国の主導ですね、財団法人だとか公益法人だとか、そういうところを国の力で南相馬市に持ってくる。そうしなければですね、新しい仕事が生まれないんです。市長の応援の内容も聞いてまして、南相馬市はまあほぼ安全だと、みんな戻ってきていいよというような感じに来てるんですけども、一体何をもって安全と言ってるかっていうのを一番聞きたくて、現状が大丈夫だから現状を追認する形で町を元通りにしようっていうのはちょっとこれは危険じゃないかっていうふうに思うんです。その辺どうでしょうか。私は戻れということを命じているわけではありません。市長がもう戻れって言ってた。
自分でさ、ね、会社を 開きたい社長がいると、ね、それを国が認めてないのにあなたは黙認したってたでしょ、はい、ね、そうやって人を戻してんでしょって。あくまでも会社そのものがそれによって倒産をすると冷やかせてくれと、それをあなたは黙認したわけでしょって。 それが結果的に人が戻ってる原因でしょって。あなたね、テレビに出て安全だ安全だって言ってますけど、何をもって安全って言ってるんですか。緊急時避難準備区域のお人についてはクラスで何の問題もないというか国の見解です。それに基づいて国内代表は解除されたということですので、ご理解をいただきたいと思います。南相馬市長とガン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 やり取りになってる、あの辺はどういう気持ちで聞かれたんですか。変えるんじゃないかっていうことをね、やっぱ市長は言いたかったと思うんですよね。でそれに対して避難している人たちの中からは帰りたいけどもやっぱり帰れないんじゃないかと、あのいう質問がっていうかな、市長批判がどんどん出たわけですよね。でその時いっぱい誰の立場だってものを考えるか で僕はもうその時にいずれにしてもそれは行政側はそれに対してサポートしなきゃいけないだろうと、その行政側のサポートっていうところにね、むしろまあ焦点を置いてね、だから除染を徹底するかと、除染をしても帰れない人たちはそれなりに生活の支援をしなくちゃいけないんだと。実際に今日の話なんか伺ってますと、具体的にじゃあどうしたらいいんだろうという、これはもう本当に重い課題だろうと思いますし、今日あの私もそれを突きつけられた思いがしております。343どんどん上がるね。うん、どんどん上がる。線量が非常に高いっていうことを自覚されたのはいつ頃なんですか。それはですね、あの3月の、まあ、20日頃にはテレビとかで出るようになってきてたのね。で郡山は1点何歩とか2点何歩だったんですけれども、である日3月24日25日かな、急に郡山上がったのね、高点いくつ。それは今まで合同庁舎の3階で測定していたものを他の観測点と合わせて1階に持っていったってことなんですね。線量計が借りれたんですよ。3月29日だね。で、あの郡山で発表されてたのは合同庁舎でしたので、いろんなところをとりあえず測ってみようってことを3月29日にやりました。それで郡山市ってこう横にこう広いので、ここのラインでずっとぐるーっと測って歩きました。で私らがいるここは 2.2 ぐらいあったのかな。それであの猪苗代港に近いこちらは湖南っていうんですが、こちらの方 0.2、反対にあの原発に近い阿武隈山系の方でも 0.4 っていうふうにして、あの場所によって全然あの放射線が違うっていうことが分かったので、調べたことをまず分かったことを分解にお知らせしようと思って、3月まで半分国を信じて半分疑ってっていう感じで、学校始まる前にちょっと私のあれなんですけどスクリーニングに連れてたんですね、心配なので。で始まってからとその始まる前の数値を見比べたいっていうところもあって連れてったら予想以上の数値が出てしまいまして、薫小学校でその説明会やったんですね、文科省が来ても。でその対応がですね、分からないっていう感じの対応だったので、持ち帰ってあの返答しますとか、質問はなんか問い合わせを件にしてくださいとか、
そういうなんかかわすような、まあ、発言をずっとしていたので、まあ、保護者は相当これはダメだっていうふうに危機感を持ったんじゃないかなというふうに思いますけど。その時結局文科省は何と説明したんですか。分からない、まあ、影響ないってことですね。影響ない、はい、高くても影響ないと。このぐらいだったら大丈夫であろう、だからこういう基準を出しましたっていうことですよね。気にされてる方はもう春休み中に引っ越されたとか、やっぱりあのうちの学校のクラスの方で戻ってこれたら戻ってきたいけど無理かもしれないって言って引っ越されたご家庭があったみたいで、子供がそういうに聞いてきたんですね、新学期始まって。だから頭の良い方って言ったらおかしいかもしれないんですけど、情報弱者じゃなかった方、あとそういう呼びかけを周りにしてくれる人がいた方とか、実感が予想にあったとか理解がある人はもうとっくに逃げてるんですよね。その行く場所とかお金がある人はもう危機感のある人はいないんじゃないのっていう感じで、あとは仕方なく諦めて住んでる。その安全安心っていうふうに、まあ、放射線管理アドバイザーの山下さんなんか言ったでしょ、最初100ミリシーベルトも全然大丈夫です。飯舘に行って講演したぐらいの人ですから、そういう人たちの話を聞いてやっぱりもう全然大丈夫だ。私も旦那に言われたんですけど、あの山下教授が生番組で福島テレビに出てて、砂場遊びさせなさいとか、うちの孫も連れてくる、なんか散歩させても大丈夫とか、バンバンさせるみたいな言い方をしてて、でほら見ろって感じでその時言われて、だからもう四面楚歌っていうか、急激に体調悪くなったりということもないし、なのでそういうふうなサイドの方に行ってる人と、それからものすごく心配してる人、そのこれその意識の違いがうんと広がってるっていうふうに思うんですね。でそれは危険だなって私も思ってて、安全サイドにものが考えられるような情報を組合の方から流していって意識を高めていきたいな。はい、うんうん、連れてもらえばいいです、話して、はい、あとアスベストと比べてね、これはアスベストに限らず他の有害物質、殺害物質もそうなんですけど、非常にね、あの放射線のこの基準っていうのがちょっと甘いっていうかね、アスベストだとね10万人1人です、10万人1人あのがんが出るような状況で、これはもう絶対対策しなきゃいけないし危ないっていうふうに言うわけですよ。ところが20ミリシーベルトで5000人に5人で1000人に1人ですよ。こんなの何なのかなっていう。で非常にこうあのアスベストとか他の発がん物質と放射線と比べるとね、すごい基準がなんか緩いな。当然マスクもしないで使うし、そういうその安全教育もしないしされないし、で当然現場労働者は何も知らずに吸ってたわけですからね。もう昔は国が奨励したわけですからね、こういう建材にアスベスト入れないと認可しないわけですから、似てますよ、そういう意味ではね、非常にね。でアスベストとね放射線の違いは何かというとね、30年後にね、例えば被害でしょ、アスベストの場合はね、あの肺がん症中心にしろ解剖して中にアスベスト入ってるんですよ、分かるんだから。とは放射線分かんないですよこれね、全く証拠ないですこれ。だからもし今30年後に保証云々ってなった時に何の証拠もないんですよ。唯一あるのはもうそういう行動記録だから、どこに行ってどうしたか、どこに何ヶ月、どこに何年いたかとかね、それしかないわけですよね。関連企業はみんな岩木に拠点にして事業所を岩木に移してますからね。そのところはもう非常に活況を呈してまして、歓楽街も特需状態になってるんです。あ、そうなんです、ね、ホテルも満室ですし、それ賃貸も満室。3、4月なんていうのは観光取りないって言ったわけですよ、うん、これがにわかに5月以降働いてる人たちが酔いの口にさっと来てガッと飲んでね、
さっと帰って、でまた朝から仕事に行くっていう。U ターンしろと、うん、U ターンするしかないですか、戻るしかない、うん、3年ですけども、まあ、原発の方の仕事、まあ、空調機の仕事でやってましたけどもね、毎日も30代40代 の、 そのポンプなりモーターなり点検して溶接職人でやってたんですけども、やっぱり不具合はあったわけですよ。でその中にはモーター焼けてしまったっていう事故もあったし、それから運転中に配管に亀裂が入って水漏れがあったし、それをその、まあ、関連会社の、うん、職員の人たちが夜の夜中こそこそ修理に行ったりとかで、そういうのがあったもんですから、私はもう嫌気させて辞めちゃったんです。保証金請求したけどまだよこさないんだとか、もう金の問題とかね、もうそれもそうでしょうけども、その前に真実を教えろと、何があったんだか教えろと、というのが私の気持ちですけど。1971年からまずその想定外だ、まずその汚染、放射能汚染がこれほど凄まじいものなのかっていうのは私たちもわからなかったし、東京電力時代、国時代もわからなかったと思うんですよね。炭を出せば真っ黒な炭が出てきたらっていう状況で、まず肺がん、それから、まあ、肺がんが一番多かったですね、やっぱりね。それからどうその骨髄関係の病気、血液の病、わけのわからない病気がつくのがもう急激に増加したんですよね。それで原発はやばいと。住民投票なんかもやって、そして過半数が反対ってなったんですけど、実際は動かしちゃったやつなんです。でこの住民投票は私たちが自主的に、選挙管理委員会で有権者名簿で閲覧して。なんか聞くところによると、すごい劣悪な状態で働いてて、命がけで働いてる人たちの条件というのは一体どうなってるのかな。年間 1ミリシーベルトが限度だと、許容限度だとこういうふうに言ってたわけですから、で職業人の方ではこれ20ミリ、原発事故が起きたので緊急に働いてる人は250ミリまで大丈夫だというふうな急に上げられちゃって、3時以降の人は100ミリ以上はやる気ないんですかね、やっぱりどんなこと言ったってということは人を何人もその分投入せざるを得ない。でそういう人が本当にずっとまあ石棺できるまで人がつながるのかなっていう心配だってありますよね。だから相当被曝労働の労働条件をきっちり管理していかないと、考えて今言ってやってるのはですね、その内部被曝も分かるホールボディカウンターね、これは共立病院において誰でもすぐ何かちょっとあれだなと思ったら行って測れるようにすると、はい、それね、いわき市で買おうとしないので、その機械今知ってねえからこれするように、今度ちょっとね6月議会に少しみんなでさ請願でも出してもらいたいなと思ってるの。だ議員が何やってんだなってこういうところに来て言う人いっぱいいるんだ。その何のためにやってか分かんないけど何もできないんじゃって、まあ、結果的に何もできない話をするわけでしょうよ結局ね。オールボディカウンターがすぐあるわけでもないし、どうしたらいいんだっていうから、それはやっぱりあなたが動くことであり、20ミリシーベルトを1ミリまでなんとか近づけるって言わせたのはやっぱりバス2台でね、文科省の中庭に行って座り込んだ、まあ、もちろん500から支援に来た人々のことはあるにしても、やっぱり市民国民が直接行動で声を上げることによってしか何も変わらないんだって言ったの。これだけ放射能が撒き散らされて、だから撒き散らされて、まあだからそういう意味ではそれを止めるっていうのが本当本来の我々運動だったんですけどね。やっぱり細い
来ないとみんなが分かんなかったのかと思うとね、残念でしょうことですよね。なぜ反原発運動はこんな大事故を阻止できなかったですかね。どんなにやっぱり運動やっても一般国民は、一般国民っていうかない、普通の国、まあ普通の人たちはみんな、なんかやっぱり何か大丈夫なんじゃないかっていうね、やっぱり官に依存するっていうのかな、権威に依存する部分が一つあったのと、やっぱり経済的に豊かになりたいっていうね、そういうその運動っていうかな、その一般国民の意識って言いますかね、あの原発が最初に、とにかく1号炉ができるっていうことによってね、その数年前から準備始まるわけでしょ。そうするとそこにもう、次々と人々が雇われてくると、仕事がない地域でね、でそれが一番でかいと思いますよ。それを覆すのは大変ですよ。食えない人たちが来るようになったとかね、給料が安かったのが高くなったとかっていう議論になって、それがどんどん広がっていって、で一旦動き出せばさらに今度はメンテナンスとか2号炉3号炉、まあ、同時並行的にやってるわけでしょ。そっちにも行けると。だからその地元で運動やるってのは、そのお前仕事辞めろっていうのと等しい運動になりますから、それは結構ね、他に産業があればいいけど、他に働く場所ないと、そっちにどんどん引きずられていくと思います。でそうするとますますね、反対運動の中は大変になってくる。だから石丸さんなんかすごく苦労してますよ。もう本当に少数派になってやり続けたって。町はその急激に貧乏というわけですよね。それで今まで本当に貧しかった地域が原発長者が排出するような形になった。そして出稼ぎもない。それ誰もが、まあ、その現金収入を得ることができるということになりますと、その町全体がね、活況を呈するわけですから。とそこでやっぱり、原発反対の例えばデモをするにしても、なかなか人が集まらなくなってくるんですよね。それから勉強会するにしても、やっぱり重かったですね。それがざーっとこの40年間の実感ですね。運動を継続できたのはやっぱり原発労働者にやっぱり接してきたからだと思うんですよね。福島原発被爆労働者の実態という実態調査が入った。で原発の内部がいかにでたらめかと、そしてその東京電力っていうのはその原発を運転する資格がないと、あそこまでひどくはならなかったと考えています。皆さんは 水の放射性物質について一切公表しようとしていません。この会社は何がやるのっていうのはやっぱ実感としてありますね。それがまあ現実になっちゃったっていう。秋田に今いますけども、福島の現状を考えますと、あそこに留まるわけにはないと。福島、特にいわきに来て、被爆労働の基地になってるわけですよね。この問題を全国の人たちと一緒に戦っていかなきゃならないなと。250ミリシーベルトなんていうのは殺人的ですよね。国家による殺人ですよ、やっぱり。未必の行為ですよね。この辺り雪深いんですか。どう雪、ええ、すごいですよ。もう信じられながら降ってます。私来た時には2メーターありました。それ何月ですか。3月です。3月の15日に来たんですよ。生まれたばっかりだったんですよ。1ヶ月半だったんですよ。だからもう急いで逃げなきゃなんないってことで。最初で何もやることないので、もう本読むか、それがですね、本読んでもダメなんですよね。もう集中しないですよね。
あとは今の再理想に行ってからはみんなあの知り合いがわーって来ましたから、まあ、話することは毎日同じことだけどね。でもここで何とかしなきゃなんねえなっていうふうに思って、みんなで集まる機会作ろうじゃねえか。まず相馬市長、南相馬市長を呼ぶべということになって、そうだなということで、その取り組みをしながらみんなで、南会津町あの避難の会っていう、まあ、仮称みたいな名前を作ってそしてやったんですよ。私もあの南相馬の小高区から来てるんですよって言うと、もう涙ながらにこう訴える人もいましたね、まあ、一度も話したことないなくてもあっちから来てんだっていうことで、相馬には絶対帰れないからって釘は刺してる。若松あたりに落ち着きざるをいないかなって思ったんですよね。今高校2年の子がいるんで、ここの高校に入れたんですよね。この地元の高校に、まあ小学生もここの小学校に入れたんですけども、あの子ねあんまり言わないですよねあんまり言わないんでちょっと失敗してたんだけど、今では友達ができてよっぽど良くなったけど、ただこの前あの車に乗せて行ったら、ずっとこの町の秋祭りってあるんですよ、小高の秋祭りって。でこのでっかいチラシを出して、ここに何商店があって何があって、こう子供たちが遊ぶのあるわけですよ。でそのチラシが俺車のとこ入れておいたね、自分では忘れてたけど、そしたらそれ立ってみて何見てんのって、って言ってたら、泣きながら見てるわけですよ。あれには私もなんかじんとしちゃってね、泣きながら見てるんで、だからね、やっぱり思ってるんだな、行きたいんだな。特にその谷中村でから、まあ、土地を追われてた人との話もあの時されましたけども、なぜやあの講演会でああいう、やっぱり故郷をね失ってしまって、でその故郷に帰りたいけど帰れないっていう状況があった時に、人はどうやって生きていくのかっていう、で南相馬に、の人たちがね南会津に避難してきてると、避難している人たちが本当に帰れるのかどうか、あの帰るためにはどうしたいのか、帰れないとしたらどういうふうに生きていくのか、まあ、そんなことを考えてあの話したんですけど、自殺症購読事件で谷中村から追い出された人たち2500人、およそね、それぞれ地域に行って谷中村にあった神社なんかを作ってね、お祭りを継続してやったりですねしてますね。それからやっぱりその一人では何か何か人間生きられませんから、そういう連絡を取り合いながら、あのバラバラに住んでも取り合いながらやってるわけです、やってきましたね。私たちは本当に今からも一致団結して、東電さんに補償の問題を請求していかないと、先ほどの声の先生のお話のようになし崩しではもう終わってしまうんじゃないか、それはもう前からすごく心配してました。早めにもう土地を買い取ってもらって、自宅も買い取ってもらって、私たちはもう新たな出発点を見出していきたいと思うんです。私たちもやっぱりね、みんなで頑張っていかなくちゃならないということを、ここに最後までの、集まった方たちが特にあの
肝に銘じて分かっていることだと思って私たち一致していきたいなと思ってます。よろしくお願いします。今日ああいう形で400人集めて集会やりましたけど、避難者会としてはこの後どんなことをやろうという課題というか、これはみんなで、ね、少しずつ出してるんだけども要求についての少し話し合おうっていうことになってるんですよ。でそれを、ある程度まとめてまた集会やろうかっていう。栃木の方に抜けていく国道なんで、そこのところに看板を変えたんですよ。うちの犬はピースって言うんですから、南相馬市から来ましたピースです、よろしくお願いしますってでっかく看板変えたんですよ。そうすると南相馬の方から来た人が分かるんじゃないかと思ってそれで書いた。やっぱり分かりましたね。何人か来たりしました。で涙の再会をしてね、そうなんですか、よかったね、生きててよかったねっていう感じだね。